日本神奈川県横浜市青葉区ざみのあざみの駅、西口あざみの駅入口交差点前あざみの4丁目あざみのは、神奈川県横浜市青葉区の町名。現行行政地名は、あざみの1丁目からあざみの4丁目。住居表示未実施区域。青葉区東部に位置する。全域が、東急電鉄によって開発された多摩電園都市となっており、町域内には東急電園都市線。 横浜市営地下鉄ブルーライン、あざみの駅がある。あざみの駅周辺や早や川沿いが商業地となっているほかは、主に住宅地として利用される。一丁目に、横浜市立あざみの中学校、三井住友銀行あざみの支店。二丁目に、東急田園都市線。横浜市営地下鉄ブルーライン、あざみの駅、あざみの駅内郵便局。横浜あざみの郵便局。 水保銀行あざみの支店。3期には、3丁目に、横浜市立あざみの第2小学校、4丁目に、横浜市立あざみの第1小学校、3.4丁目に、かけて、公団あざみの団地がある。東は新石川、西は大場町、美鈴が丘、南はあざみの南、北は元石川町、美しが丘と接している。住宅地の地下は、 2017年の工事地下によれば、あざみの2丁目23番24の地点で38万4千円、平方メートルとなっている。元は、旧緑区の元石川町、大場町、美しが丘5丁目の一部であった。1970年代に入って、多摩田園都市の開発が進み、区域の人口の増加する中、新しい町名が設けられることになった。 1976年に地元の要望でアザミが咲き乱れるののイメージからアザミのという地名が設けられた典型的な随称地名。1977年に当時の田園都市線では最も新しい駅となるアザミの駅が開業したが、これは町名に基づいた駅名である。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。